遠藤徳春遠藤徳春から1689年5月13日は、美濃八万藩の第四代藩主。第三代藩主、遠藤常友の次男。母は、戸田市の娘。性質は、松平玄新の娘。形質は、牧野富明の幼女。子は、遠藤常久。官位は、十五位下、江門佐。弟の遠藤内期喜びは二千国で。 遠藤家馬狼となった。遠方3年2月、おまみを果たし、遠方4年、父の死去により、家督を継いだ。幼年のために、聖母の兄弟である美の大垣藩主の戸田氏に知らが、貢献とされ、藩重臣らが失勢した。遠方5年、財政悪化により、増税策が取られたが、藩は元より重税であったため、立ち行かなくなった農民らの代表が、江戸屋敷に訴え出た。 増税を主張する家老、遠藤七郎右衛門と、俸禄削減を主張する家老、遠藤木之助がそれぞれ江戸に上り意見具心を行い、木之助の策が採用され、七郎右衛門は失脚した。しかし、国元では、俸禄の家臣らの不満が高まり、木之助の娘婿を襲撃しようとした藩士が捕らえられる事態に発展し、木之助を擁護しようとする農民が、 城下に集結する騒ぎとなった。これを遠方の群情騒動という。木之助と増税派の家老、遠藤新左衛門が攻めを追って隠居したが、その後も家中や農民の混乱は続いた。天那二年、家臣一同より和合の精子が出され一連の騒動は終結した。天那元年、上野沼田藩主、真田信都氏の海域に伴い、 その次男の武藤信明の預かりを命ぜられる。元禄元年、初めて国元下校が許されるが、翌年3月24日に、愚助にて死去した。あと、長男の遠藤恒久が継いだ。ありがとうございます。